よろしくお願いします。<laughs> はい、小野寺耳役の山本美香菜です。皆さん、今日はお集まりいただき、本当にありがとうございます。こうして無事に第1話をお届けすることができて本当に嬉しいです。最終話まで皆さん一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。 ありがとうございます。吉野慶太役の小林亮太です。ありがとうございます。あのー、僕はですね。えっ、ー、と撮影の時ぶりに青春デドラポッドと、えー、乙女のアイスをまあ、裏で見させてもらって、いや。なんかグッとくるものがあるなと、あのさっきから多分後ろで大きい声を出してるこう。監督陣も同じ気持ちなんじゃないかなと思ってます <laughs> <laughs> 今日は <laughs> 短い時間ですが、皆様ぜひこう目に焼き付けていただいて楽しんでいただければと思います。今日はよろしくお願いします。えー ありがとうございます <laughs> 一ノ瀬も役演させていただきます川上千尋ですよろしくお願いします <laughs> はいもうねもう皆さん本当に温かいご声援本当にありがとうございます今後もよろしくお願いします <laughs> はい空の明かり役のに白井です <laughs> 皆さん青春テトラポッドと乙女のアイス2曲ちゃんとね披露させていただいたの初めてやったんですがどうでしたか ありがとうございます。はい、曲楽曲と若ぽんがね。隠しした楽曲とそしてね。ドラマも一緒に楽しんでいただければなと思います。今日はよろしくお願いします。はい、川島<ー>ありがとうございます。川島最悪をさせていただきました。泉彩乃です。よろしくお願いします。そうですね。短い時間ではあるんですが、皆様をアイドル資格の世界観に。 引き込めるようたくさんお話しさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますはい原作者の阿部赤名ですなんか、あんまり先生って言われるのに全然慣れてないんですごくちょっと気恥ずかしい気持ちもあるんですけどでもこうやって自分の書いた小説アイドル失格を皆さんと一緒にドラマの放送を迎えることができてすごく嬉しいです今日は最後までよろしくお願いします 早速なんですが山本さん本作がドラマ初主演ということになります、はい、主演という初めての大役になりますけれどもミミカを演じられていかかがででしたかそうですねほとんど演技の経験もなかったのでそんな中で主演っていうのを初め聞いた時は本当にびっくりしましたし正直ちょっとプレッシャーみたいなのもあったんですけどでもうーんすごく楽しく演じさせていただいて自分にとってすごく。 うん、なんていうんですかね、大きな人生にとって大きな出来事となったとと思いいまますす、はい、ありがとうございます今ね、皆さん1話見ていただいたばかりなんですが、印象に残っているシーン、ご自身で演じられていて、印象に残っているシーンですとか、はい、セリフってありますか。あそううですねうーん全部 <laughs> <laughs> 全部,全部あでもトイレの中でなんか,か過呼吸みたいになってるシーンあったじゃないですかそこは大変でした、うん、大変でした、えー、どんな風にそれは演じるのが結構ハードでした、はい、そうですねなんか普段普通にしててあそこまでちょっと過呼吸みたいになることもないのでなんかそのなんていうんですかねリ,リアルさというかリア,リアルに息遣いが荒くなっている感じを表現するのがすごく難しかったです そうですよね。あえて普段になってたら困っちゃいますよ心配になっちゃいますからねはい誰かを応援するってこんな一喜一憂するんだなって思いましたあのいろんな気持ちになるなと思ってそのやっぱ例えば、ね、自分が推してる人がいい仕事のこう波に乗ったらあ嬉しいと思うし逆にそれが怪しかったら心配になったりとかでもこの気持ちを全てこう自分の好きな人に全てぶつけるわけにはいかないしと思うと 自分も応援していただいている皆様が,がどれだけ自分に言葉をかけるときに1回、多分悩んでで、こうかけたらいいかなとかってことを考えてくださってるんだろうなっていうことを圭太を演じてなんか改めて感じたというか気づいたことかもしれないですねね、今日いらっしゃってる方々がこうご自身投影するのは圭タかもしれません。あの演じられていてい、ね、そうですよね いやでも本当とにあのこう見ていただいている皆様が多分感情移入できるのはねドラマの中では多分比較的ケータだと思うので僕に投影できなかったらこれは僕が悪いになるなと思って <laughs> このねある種このドラマが失敗したらこいつのせいだみたいになっちゃうなと思ったのでそこはあの本当になんだろうな。 普段皆様からこういただくお手紙とかこうメッセージの言葉をなんを改めて読み返してああこう思ってるんだなってことをケータに投影したりとか逆にこうエキストラで実際にこうファンの皆様にこう参,加させて参加していただいた日があったんですけれどもなんかその日の熱量みたいなものはまじまじと感じてこれはなんか直にケータを演じるに生きるなと思って本当に皆様に感謝してますありがとうございます。 そうですね萌えを演じる上で気をつけたことはなんだろう萌絵ってそのアイドルをしていたらん絶対になんだろうちに秘めてる気持ちとかこう絶対に人に言えない悔しい気持ちだったりが芽生えてくることってあるんですけどこうそれを人に言っちゃうタイプなんですよ萌えって。 こうグループの中でも率先して爆弾を落としていくタイプ <laughs> <laughs> だとあの認識していてその、まあ、私的にも萌えが思う気持ちだったりすごい共感できる部分がアイドルをしていてすごいあったのでその思っていたうちに秘めてた気持ちを外に出す時にどういう表情をして言ったらいいのかとかそういうなんだろうな。 ももううそれはもう、ね、後ろにいる熱い監督たちと <laughs> お話しさせていただいてこう決まったんですけどなんかこ,うこうしていきましょうみたいな感じですごい熱量を持ってお話ししてくださってそのおかげでなんかすごい演じやすかったですしアイドルとしてもこうアイドルをされてる皆さんが見ても共感できるような内容になったらいいなと思う。 ようになって、気をつけました、そこ。はい。ありがとうございます。にわいこを楽しみにまたしております。ですかええー、あかりとしては、もうすごく。とにかく元気に、明るく。明かり、あかりにかけて。明 <laughs> けて、あかりにかけて。明るく元気に。 なや演じてで結構ドラマの中ですごい暗い部分だったりがあるんですけど少しでも「テトラ」のメンバーが出てるシーンでは皆さんに笑っていただけたらいいなっていう思いで、はい、そういうとこを頑張って演じましたえー、休憩時間に流行っていたことはええー、かあの小物でスマホがずっと あの、うん、演じる時に持ってたんですけど休憩時間にその大事なそ<れ>あの大事な備品で備品ですか大事な小道具のスマホであの、変な写真を撮るのを頑張ってやってました <laughs> それ流行ってたんじゃなくて<え>姉ちゃんがただ一人でやってたんだけど本当 <laughs> <laughs> にあの、みんなの変な変顔とかを。 取れたら、うん、ミカナと一緒にさ <laughs> これめっちゃブサイクって言って <laughs> あれそれ <laughs>、はい、<laughs> やってました。これはこスタッフの方に返した時き何かリアクションあるんですか？はい、あえっとや、えー、写真を撮って次の時の撮影の時にあのフォルダから消えてました。<laughs> 消されてるんですね。と消されてました。<laughs> はい、思い出の写真は、はい、監督とかそれ見てるはそうですねさやは本当に私と似てなくて正直役作りする上ですごく難しくて普段の私は結構なんだろう誰かについていったりとかちょっとぽやぽやしてる部分があるのでなんだろうキャプテンというかリーダーという役割をしたことがなかったので本当に誰かを引っ張っていくとかそういうのしたことがなかったのですごく。 苦戦しましまたね <laughs> どんなこ,うことを考えながらまたお手本がいたら教えてほしいんですけどそうですねでも NMB48 の方で同じチームのキャプテン NMB48 のキャプテンさんがいるんですけどやっぱり<ん> <laughs> そのキャプテンさんをねしっかりと観察したりとかこうしてなんかね引っ張っていく姿勢とかは。 そのキャプテンさんから学びました <laughs> <laughs> そんな名前出した人小島佳林さんから小島佳林さんからちょっと学びました <laughs> <laughs> でもなんか本当にその もうレイさんとかも先輩なんですけどアーノンに敬語使ったりしてて <laughs> 裏ででも今日のあのダンスのダンスパフォーマンスの練習の時もずっとアーノンがここで移動ですとかずっと言っててさやしてるそれはレイさんがずっと止まってるからですよ <laughs> <laughs> <laughs>、はい、動いてくれないから <laughs>、はい、でも本当にリーダーっぽくなってます。すねはい、慣れてたらいいです <laughs> ありがとう いやでも私はこの1話に出てもないのにもうなんかすごい緊張してなかなか見れなくてあの今日大阪から新幹線で来てあの新横浜通り過ぎたぐらいでようやく再生して確認することができたぐらいなんか見るのが緊張したんですけどでもやっぱりもうこの4人がど世界中の誰よりも一番最高のテトラだなと思いますしもうテトラが世界一のアイドルだなって思います。 う嬉しいテトラ推しです箱推しですし、はい。実際見学も現場行かれたんですよね現場行きました現場行った時も乙女のアイスのこう踊ってる撮影をしていて、うん、なんか私が書いた歌詞でみんなが踊ってるっていうのがすごく不思議な気持ちがしたんですけどでもやっぱり嬉しいですねみんなが歌ってくれるのが 私たちもね、うん、ワカポンが書いた曲をね、歌って踊れて本当に嬉しいね。しい嬉しいです。ありがとうございます。テトロのポーズやりましょうか。はい。では、オフィシャル最後またスチールで撮らせていただいて、はい、お願いします。 その手をですね。後方ちょっとライトの下で眩しいんですが、ステージから見て右の方にムービーカメラがあるので手を振っていただいてよろしいでしょうか？ライトの下あたりで大丈夫です。横ですね。ごめんなさい。はい。もうちょっといただきます。ムービーになります。 はいセンター、ユーチューブ配信になります、見ていただいてる皆さんにもいいですかライトがね、ちょっと眩しいんですが、ムービー OK です、いただここから、あしたからドラマ、アイドル失格の放送が始まりますが、私も皆さんと一緒に放送をすごくすごく楽しみにしてますし。 ドラマで見た後はぜひ原作の小説の方でも手に取っていただいたりしてたくさんアイドル失格の世界を皆さんに楽しんでいただければ幸いです放送もよろしくお願いしますそうですね本当にこのアイドル失格というドラマに出演させていただけることが本当に嬉しいですしもうここにいる皆さんだけじゃなくて世界中の皆さんをアイドル失格ファンにできるようにこれからも頑張っていきますどうぞよろしくお願いしますありがとうございます 明日から放送ということで私も初めてのドラマですごく皆さんに見ていただけるのドキドキしているんですがぜひ最初から最後まで楽しんで見ていただければ嬉しいなと思いますよろしくお願いしますありがとうございますは若、い、本、えー、が書いた小説アイドル失格なんですがケイタはじめこのテトラ4人メンバーそれぞれが共演者の皆さんが書き回すこの世界を ぜひ堪能していただけたら嬉しいなと思います1話カラーもだいぶどんどん変わっていきますのでお楽しみにしていてください今後もよろしくお願いいたしますありがとうございます、えー、そうですねこの作品は今舞台上にいるこの6人だけじゃなくて、えー 支えていただいたスタッフの皆さんだったり、えー、ご参加いただいた皆さんの熱だったり愛が本当に詰まった作品だと思います、えー、放送はもちろん TVer の方でもご覧いただけますのでぜひあのお友達だったりお知り合いにもし面白かったら面白いよこのドラマって一言言っていただけたら嬉しいですこれからドラマアイドル失格よろしくお願いしまます今日はあありりががととううごござざいいしたます えこうして共演者の皆さんだったりスタッフの皆さんそしてエキストラとして参加してくださった皆さんとこう作り上げたものが形になって本当にすごく嬉しいです、えー、皆さんもしよろしければ,よろしければあの感想とかもね SNS でつぶやいていただいたりしたらすごく嬉しいです本日はありがとうございましたありがとうございましたよっしゃ